こんにちは、ヤモです。今回は6年後の干支の蛇を作ります。干支シリーズも折り返しです。蛇なんですが今までで一番簡単でした。逆スロープがなかったのでスロープを逆さにしてペグで止めているくらいで、特に変わった組み方もしていません。今年も残すところあと13日。明日は7番目の干支の馬を作ります。お楽しみに。引き続き制作リクエストもお待ちしています。それでは、ご視聴ありがとうございました。さよならバイバイ。